綺麗やけど。めちゃめちゃ綺麗。あと1ヶ月、2ヶ月ぐらいから。ああ、もう一気に多分な。真っ白になるやろな。このグリーンビラは何なの？何やろうな、これ。ふれあいの里福祉センター。でもなんか福祉事業って書いてるわ。空き家もね。いいね。ちゃんとありますね。年季入ってますね、あの空き家。福知山市のホームページでどんな感じで紹介されとった？いやなんか福知山じゃ京都府か、京都府随一の火山があるところみたいな、宝山やかな、忘れたけど、そこその火山、うん、火山あるところに移住しようと思わんじゃん。いやその火山灰のなんかあれ土がいい土で、ここもあれなんだ、なんて言ってるこれ。でもセールスを断りたい。裏側の白い、ああ住んでないんじゃん。だからこっち側も回収やめて新しく建てたいな。田舎の道あるあるやけどさ、うん、通る人全員に見ら、ガン見されるよ。マジでそれな。多分知ってる人たちしかおらんから、知らん人入ってきたら田舎移住の現実かもしらんな、それが。まあそうやな、これは地域に溶け込むまではほんまに転入生みたいな感じよな。おしゃれな、ねえ、何やこれ。あ、美容室かこれ。あの、僕らの目的はこの先にありますからね。この先がすごいんですよね。寒い寒い、もう冬や。ここはあれやな、車通り多いな。裏道なんか、裏道というか、ああ、住人の車じゃないんかもな、ここ通った方が早いみたいな。全部空き家やで、多分こんなもん。めっちゃ立派な家やけどな、これ。これめっちゃ立派やん。まあでも難しいか、これどう改装する。おう、太郎ちゃうわ。焦った。あ、ご主人様待ってんのかもな。定休日っすね。嘘、ここの宮カフェっていうのがめっちゃおすすめってホームページ載っててんけどな。おしゃんな感じよ。おしゃんやな、なんか。てか5時までや。もともと無理。あ、いや、10分前。あ、10分前。10分前に来て、入れてくれとかあんまないけど。定休日やったな、悲しいね。ここの駅もすごいけどな。駅の方まで行ってみる。いや、おしゃれやな。移住した人がやってはんのか。どうなんやろうな。2階とかあれ行けたらめっちゃいい。2階は居住スペースっぽいけど。
マジで寒すぎる。大阪の真冬これぐらいちゃう。いやほんまにやんな、これマジ寒い。また11月やのに中旬。一気言うてもな、なんもないけどな、多分改札もないし。そうやん、すごいよなこれ。しあのあのや屋根あのなんていう壁もさ、トタンって。ほんまやトタンや、あれ台風来たおしまいやん。でまあ神役の駅、神役のやな。使う人おらんやろこんな田舎で電車。観光列車ぐらいじゃん、ほんま通るの。やろうな、だってこんなところ絶対電車より車やろ、うん。でも動画の感じさ、こいつら朝の6時ぐらいに、ああって感じもするよな。全然遜色ないよ。朝の6時ってことにしちゃう。朝の6時ってことにしときますか。頑張ってる感じ。早起きしました。その火山っていうのがどこにあるのか気になるな。それな、こっちから行けるかな。こっちの道行ってみるか。こいつら俺らはめっちゃ掘れるよ。ご主人様帰ってきたんちゃう今。でも俺らの方を見てる。あの地図見てみる。高原の、うん、温泉あるらしいで。こんなとこに。うん、役の高原温泉。歩いてたらこちら。180m。で、現在地。現在地は？こっから。で、確か漆がめっちゃ。やべえ。爽やかトイレ。いや、絶対行こう。爽やかトイレ。なかなかないな、爽やかトイレ。飯とかもあるやん。歩いて10、あーちょっと遠いな。車で行ってみようか。そうやな、飯あるし。朝の6時半に開いてないの。長浜が。お前ら朝の6時半に開いてるわけない。めっちゃあるやん、いろいろあるやん。めっちゃあるな。ラーメン屋あって、ドライブイン、古墳あって。ほんまや、ほんまある。茶道なんだ。まあ、喫茶店ちごだろ。まあ、そうやろな。で、桜あって、してあれ桜飯食うとかあって、でなんか爽やかトイレ、爽やかトイレあるんだよ。で、世界中みたいな、なんかでっかい木もあるんやろこれ。まあ、ちょっととりあえずちょっと見てみたいな、いろいろ見てみたいな。行きましょう。そうやね。ほんま、あそこらへんやろ、あの上やろ。そうそう、あの上やね。行ってみっか、ちょっと。すっごいな。
こっから綺麗な。馬が爽やかという。でもなんか横にこれなの。爽やかという着きました。爽やかという着きました。トイレしてきます。爽やかというでトイレ。ここら辺結構移住されてる方とか多いですか？移住。はい。ヘルいっぱいあるけど。あ、そうなんですか。減ってますよね。今何軒ぐらいあるの？10軒あるかないかなって私は思ってるけど。ちょっと離れた。もうちょっと日の沈む方向におったんやけど、同じここやけどね、役の町ないけど。ちょっとこっち出てきたら。向こうにあるカフェあるじゃないですか。宮カフェ行きたくて今日定休日やったんですけど、定休日でちょっとここら辺歩いてみたらやっぱ空き家がすごく多くて、そうですよね、うん、散髪屋もあったし洗濯屋もあったしなんとか商店閉鎖されてるし、そうなんですね。一人で半分ぐらいあるからどこまでによそからなんか火山のなんかあるんですよね。なんていうの、活火山。いや、活火山は誰でもわかりません。鹿だねでもちろん。ああ、そうか。活火山なわけないか。火山やったら多分やその期間でもわかりますよ。ああ、確かに。だから、すごい古いと思う。で、ただ火口、火山にいると、その前は化石が出たりする境に、何海底やったんが活火山でこう隆起したんかなって私は思うけどね。あたここで農業が来たんだよね。手前から行って今全部遊んでるのかな。地道があったらあの山のこっち側のところにね、これの骨だよ。そこやな、薬の高原っていうところで宝山公園。はいはい、宝山、うん、宝山高原下は地道ですよ、その土道で、途中に一箇所